今私は個別のことは聞いていません。だけど制度としてこのいわゆる裏金作り、パーティー券のノルマを超えた部分を報告計上せずに、そしてキックバックをされている、これが違法なことだということは分かってらっしゃる。いや、それは分かってもらわなきゃ困りますよ。総理、弁護士じゃないですから、ね、何法の何条とかって言われても答えられないかもしれないけど、こんなことを派閥として、もし平気なことだと思ってやってたら問題なんですから。まさか、いつ、もうすでにお辞めになったのか、これからお辞めになるのか知りませんが、派閥の会長だったんですから、まさか、こういう違法なことはやってないですよね。少なくとも総理が会長やってた派閥では。この政策集団について、政治資金パーティーについて告発を受けておりますので、捜査に影響を与える恐れがある、お答えは難しい、そのように申し上げております。